行くぜ、つかさ。ああ、翔介、チェンソーセット、レッツゴー。おお、もう一回の仮面ライダー覚えておく。変身。みんな、こんにちは。ということで、本日もやってまいりました、フルハライツイスター TV よはい、ということでですね、本日はコラボ会なんですけれども、ついに、この方が来ていただけました。仮面ライダーディケイド、そして、角谷司役、井上雅弘くんです。よろしくお願いします。いやです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやもうね、今まで実は、ライダーを単体で呼んだことがうちのチャンネルになかったんですよ。なので、まあ俺メンバーシップとかで配信してるときに、初のライダー、もし呼んでほしいなら、誰がいいかみたいなことも撮ったことあるんだけど、はいはい、ディケイドめちゃめちゃ人気でした。嬉しい、ありがとうございます。はい、ということで今回ね、実現できたらめちゃめちゃ嬉しいです。当時16年前かな、俺ゴーオンジャやってる時に、はい、マサと撮影時期は被ってるんだけれども、そんなに実は一緒になること実はなかったです。でもさ、当時ってさ、俺たちあんま、ね、僕メイク室入って左で、うん、そっちが右でみたいな、そうなんか結構俺たちわちゃわちゃしてた微妙な距離感ですよね。そうだよね。そう、あの時はこのなんかね、一枚の板が結構、ね、分厚いよね、これこれがあるからそんなに喋れないよ、こっちこうやってね、うん、うで、俺一回ね、うん、思い出したんだけど、マサの方の現場に見に行ったことがある、うん、俺。あるかもしれないです。そう、覚えてるかもしれない。ゴーオンジャー全員で、はい、仮面ライダーディケイドの要は撮影現場に遊びに行ったことがあるんですよ。でその時に要は見て、なんだろう、衝撃を受けたよね。え、バーコードのピン、あ、なんだっけ、マゼンタ、マゼンタね、マゼンタの仮面ライダーに俺たちは衝撃を受けたのめちゃめちゃ覚えてて、うん、マサがもうなんかそこでなんかいろいろやってんのを見たりとかして、わ、次のライダーこれなんだみたいな、はいはい、そういった印象があったりとかするんだけど、逆にでもマサさん、あの時ってさ、俺たちの印象とかもうないでしょ、そんなに。いや、ありますよ。ある。僕ね、仮面ライダー牙を普通に一般人でリアルタイムで見てたんですよ、うんうんうん、マジで。え、一般人で見てたの。そう、リアルタイムで。そうです、ゴーンジャの後じゃないですか。そう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 、だから見てました。マジで、はい、え、じゃあ俺たちのことも見てくれてたの。そうですね。え、全部が全部ってわけじゃないですけど、ゴーンジャーだ。うーわ、これ嬉しい。だったらゴーンジャーの世界にも来てよ。あ、それはプロデューサーが。いや、だってこれ、真剣じゃの世界には行ってるわけですよ。はいはい、おう、いや、それはだって一緒にやってた、ね、そうそうそう。マサって、はい、これ、オーディション？オーディションじゃないですか。オーディション？はい。何時まで受けたの？ランチとか全然覚えてないんですけど、うん、最後1回行ったみたいな感じです。最後、待って聞いたことない。最後1回行ったってない。2回、待って、2回ってこと。そうですね、2回だったと思います。マジでそんなことある。え、じゃあもうほぼなんとなくマサっていう風な目星があって、で何人かで生まれたでしょ。そういうわけじゃないと思うんですけど、うん、何かで最後やりましたよ。5人ぐらいで、4、5人ぐらいかな。もうじゃあその時には、あ、これもしかしたら受かるかなみたいなあった。オーディション自体が、うん、全部で2回しか受けたことなくて。ちょっと待って、そんなやついる？マジで。1個目が、うん、そのミュージカルテニスの王様。あれやってたよね。やってました。それが1回目です、オーディション。え、ちょっと待って、で2回目が仮面ライダーです。え、ちょっと待って、 100% 合格してる。嘘でしょ、そんなやついる。マジかよ。オーディションって受かるもんだと思ってます。受かんねえわ。4回落ちてるわ、こっちそらヒーロー。5回目にしてようやく受かったから、ゴーオンジャー、はい、違うね、そうやって考えたら。ちょっと運がいいんですよ、ね、オーディション落ちたことある？いや、その後、うん、4、5回はね、落ちたことなかったんですよ。おおおお、すごいね、勝率すごいね。ただ、うん、絶対に落ちるオーディションになって何それ、ね、逆にそれ何、元気はつらつ CM CM ってこう、イメージ大事じゃないですか。あ、はい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 、第一印象大事じゃないですか。はい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 、第一印象なんか、すごい悪くなる手間がかかってるから。だから、なんか、あれなんですよね、そういう CM 系のオーディションは絶対にダメですよ。でもね、これ俺思った、マサってなんかこうやって喋ったら割とはっちゃけるし、ふざけたりとかするし、普通ですよ。キャラ的にも俺からしたらめちゃめちゃ面白いなと思うんだけど、知らない人からしたら最初マサって勘違いされやすいタイプで、絶対勝手に勘違いしてるだけだと思ってた。最初はだから僕も意識しましたよ、その初対面の人に勘違いされないようにとか努力した時期あったんですけど、笑顔した、笑顔関係なかったです。関係なかった、関係ない。
もう絶対にもう関係ないんで、もうその辺は最近諦めてます。あ、諦めた、はい、ついに諦めた。諦めた。でも多分マサって、はい、話してから、あ、意外にこういう人だったんだって思われること多分めっちゃいっぱいあると思う。何にも猫をかぶってないし、そうだよね、そのまんまでいるんですけどね。当時のその制作サイドの意気込み、まあどのように伺ってたか、まあ要はこれ平成ライダーが10周年作品なんですよ、うん、でディケイドっていう名前も実はこれ 10っていう意味であるよね確か、うん、だよね。そうですね。ちょっとこれなんかさよくわかんないんだけど、そこを説明してほしいんだけど。ああ、てかあれですね、やっぱり特撮を知ってる人の、うん、ならではの司会をします。マジで。今まで実はあんまり聞かれたことないこれ。え、マジ？うん、あ、本当。そこを掘り下げていくんだな。まあ割とやっぱ気になるっちゃ気になる。古原靖久チャンネル。よくも悪くも半年間の企画で、うん、内部的な事情がもしかしたらあったのかもしれないですけど、うんうん、だからこそその通常の今までやってきた9年間の、うん、作品とは全く別の攻めた企画をやろうっていう、うん、もうもはや意気込みになっていて、なるほど。その半年間っていうのがもう最初から足かせっていうよりかは、うん、もうなんかやってやろうぜ感が、あ、そのプロデューサーさんから伝わってくるというか、うん、全員がそう思ってたっていう感じですね。なるほどね。だから多分、うん、そんな中でやっぱいろんなその新しいことをやっていくっていう流れもあったんで、うんうんうん、あのオーディションで選んでもらえたのかなっていうふうに思うんですよ。いやでもたまたま、いやだこれがだから翌年だったら多分違ったと思うんですよね。ああ、翌年だったらディケドラとってどんだっけ、うん、ダブルですね。ダブルか。ああ、ダブルだったら確かに違うか、うん、ドラマ出るの初めてで、うんうんうん、で本当に1年前までは仮面ライダーこんなのやってるんだみたいな感じで見始めた瞬間でもあったんで、まあ、それを実際にできるっていうのは、うん、まあ、嬉しくもあり、まあ、気合も入りましたね。ってことはさ、一般人ってさっき言ってたけど、うん、芸能入った年、まあ年に、うん、そうですね、まあ、そうなりますね。オーディション受けて、はい、超エリートコースじゃん。これエリートコースなのかどうか分かんないですけど、運がいいコース。いや確かにめちゃめちゃ運は、でも確かにいいよ。スペシャルラックコース。いや出たよこれ、マジかよ。マサ当て書きな部分結構あるってことじゃん。どうなんですかね、多分そう、まあ、当て書きな部分も多分多少あると思うんですけど、うんうん、やっぱりそのドラマを放送してみて、あのこういうキャラクターがいいんじゃないかっていうので、うんうん、なんかその角谷司がまたちょっと一人歩きしていく瞬間があって、うんうん、まあ、それに合わせていくっていうので、まあ、最初演じる上で心がけたことはやっぱり当時のパイロットの田崎監督と、うん、あとプロデューサーの白倉さんと、うんうん、あとはキャストの役者のメンバーと共にやっぱり一緒に作っていって、うんうん、でもちろん高岩さん当時スーツアクターに入っていただいたんで、うんうん、やっぱそういうところからも勉強させていただいてっていうところが、まあ、一番最初でしたね。なるほど。いやでもさ、やっぱそのスーツアクターさんとのさコミュニケーションというかさ、このセッションとかすごい多分大事だと思うんだけど、高岩さんとその作り上げていった時とかのなんかエピソードとかある？話してることとかはなくて、単純にまあその経験の差が、うんうんうん、もう団地で向こうの方がやっぱあるわけなんで、うん、そうだね、まあ、ちょっと見て盗むじゃないんですけど。あ、なるほどね。基本はその高岩さんの方をむしろ司が合わせに行ったみたいな。そうですね。で高岩さんも多分どこかで僕を見ててくれてて、まさひろにはこういう感じの動きが、うん、その似合うんじゃないかっていうので、うん、取り入れてくれたりとかして。なるほどね。高岩さん初の、うん、その角谷司のなんか素振りみたいな、こう手こうやってやる素振りみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、これ高岩さんが最初にやり始めて、高岩さん氏の逆輸入してみたいな、のありましたね。なるほどね。いや面白いな。なるほど。じゃあこれ印象に残ってるのはゲストライダー、マサ的にはやっぱ印象に残ってたゲストライダー誰？皆さんめちゃくちゃ印象に残ってる。いやそうですけど、うん、中でも最初の第1話で瀬戸康史くんがそのまずディケイドの世界の、うんうん、まあ、ある種ゲストみたいな感じで、もうストーリーテラーだよ。ストーリーテラーで出てくれるんですけど、うんうん、まずそこの印象が強いですね。いや確かに俺ちょっと羨ましかったもんね。やっぱり牙やってそのまま同じ紅渡るで、まあ紅渡るじゃんだってあいつも一応、うん、そうで最後牙にも変身ちゃんとするし、はい、ただ同じ世界かどうかっていうのはちょっと分かってはないんだけど、うん、なんかそういった意味では
あ最初にあそこから入っていったりとかすることによって、うん、そのマサ側の方もとかもなんかちょっと気持ちが上がっていくじゃないと。そうですね。ね、1年間やってきた先輩の一番最後の作品で共演してる、うんうんまあ、仮面ライダーで共演してるわけなんで、うんうんうん、なんかやっぱり1年やってた経験をその肌で感じることができて、うんうんあまあ、これから先僕もその、まあ、半年間ではあるんですけど仮面ライダーディケイドとしてこうやっていくんだなっていう気持ちになりましたね、はいはいはい、まさからさ見てさ瀬戸君ってどんな人だったの、うん、どんな人うん、俺から見ると瀬戸君ってなんか割とおとなしいイメージがあるんだよ。なんか結構ロックな人みたいな感じでしょ。そうなんだ。僕のイメージは、歌を歌ってるじゃないですか、牙って、うん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 、でそのなんかライブとかを見に行かせてもらったことがあって。あ、そうなの。で、なんかスーパーノヴァとかなんか歌ってたんですけど、うんうんうん、それを聞いて、あ、なんかすごいロックな人だな、全然イメージないわ、そういう。まあ撮影期間中、まあこれね、やっぱどの特撮にも結構あると思うんだけれども、はいはいはい、このアクシデント、何かありましたか？ありましたね。あの、1、2、3は、うん、で最初に撮るじゃないですか。はいはいはい。あの、まあ、台本も多分一緒になってて、うんうん、あの、一気に撮っていく本になってると思うんですけど、うんうん、その撮影前にアクション練習やるじゃないですか。はいはい。で、アクション練習ずーっとやってて、で、なんか蹴りを高く上げる練習してたんで。なるほどね。そしたら、そこになんか肉離れしちゃって。え、マジ？だから撮影の1、2、3は肉離れしてるんですよ、ね。やべえじゃん、マジか。やばいね。でも、そんな時に限って、やっぱ、その、最初の方の、回って走ったりとか、うんうん、そうだよね。なんか多いじゃないですか、逃げ回ったりとか。おいおいおい。だ最初だってやっぱね、爆炎に包まれたりとかするまではね、結構ね、なんか写真館の上なんか竜みたいに撮ったりとかしてね。ずーっと走ってーなーとか思いながら、ね。マジで。まあだから撮影で苦労したこと、まあほぼ一緒だと思うんだけど、なんかある苦労したこと。この半年間その仮面ライダーとしてやるっていうことのやっぱ心がけとか、うん、そういったところがやっぱ一番僕は苦労したかなっていうところですかね。確かにね、うん、まあ要は1年間、まあ半年だけどヒーローでやってるわけだからね、うん、そうですね。酒のタバコと女とかねってよく言われるんですけど勘弁してほしいですね。マサってマジオプラートに包まないよね。いやだって好きな飲み物僕緑茶ですからね。嘘でしょ、絶対嘘だわ。本当にマジでお前テキーラしか飲まねえだろうとかシャンパンのイメージあるだろうとか赤ワインだろうみたいな感じ。確かにシャンパン赤ワイン似合うわ。いやいや緑茶一番好きなの緑茶です。でも絶対嘘。本当ですかこれ。本当です。マジで嘘つけよ。本当かよ。スーパー戦隊スーパーヒーロー対戦、まあ、リョータそのゴーカイジャーとの共演について、はい、はい、これについてどうでしたか。あー面白かったですね。うん、やっぱりそのディケイドの撮影が終わってから、うんうん、そのまあ、また呼んでくれるなんて思ってもなかったんですよ、うん、当時は。本当。その当時は、うん、もうそこから何回呼ばれるんだみたいな。何回呼ばれてんのマジで。その当時は、うん、またこの映画で出すぎやぞ当時の出すぎやぞ当時のあの戦隊のしかも、まあ、ディケイドと少しあのコンセプトが似てる、うんうんうん、そのところと、うん、あの共演できるっていうのは、うん、すごい嬉しかったですし。だからマサの方が先輩なんだよね、うん、そうやって考えたらね。僕の多分1個か2個後ぐらいが公開者だったかな。あれ亮太とマサって年一緒？一緒か向こうが1個上かって感じですね。あマサ今何歳？1個か2個か。僕今23歳です。嘘つけ嘘つけ23歳なんだその設定。なんで23で設定したのむしろ23歳ですなんだそれまあいや後で調べておくわ、はい、もうこれ後でこれ多分出ると思うけど。ウィキペディア消しといてくださいなるほどね。え、はい、なんかさそこでさ亮太とさなんかよくイメージあるんだ。やっぱこういうなんかさあこれやってました、ね、やってるじゃん、はい、そうなんかあのイメージめっちゃ強いんだけどさ、なんかそれまでにさ例えば亮太とか話したりとかしてさ、はい、なんか一緒に残ってることとかこういう打ち合わせしたとかある。本当に、うん、多分向こうも同じこと思ってると思うんですけど、うん、あの時と今とお互いの印象全然変わんないんですよ。そうか。喋ってる感じ。当時なんかそのロケバスの後ろで話してて、なんかこうすごい耐えのない、はいはい、あのリュックの中に
バック入れちゃうよねみたいな。すっごいどうでもいい話じゃないですか。なんだそれ。そういう話したんですよ。バックインバックとか言って。何それ。バックの中にバック入れるぜみたいな。あの持ち物多くなっちゃうぜみたいな話をしてたのよく覚えてて。なるほどね。本当だからそれぐらいもう力の抜けた、うんうん、あの話をなるほどしてるぐらいですけど、別に今も最近よく会いますけど。ね、そうだよね。よく会ってるよね。全然関係性も、うん、話してる雰囲気も全く変わんないんで、うん、確かに確かにすごい。だからなんか当時から僕は印象がいいですね。なるほどね、はい、現在共演者とかと交流ある？でも結構いるもんね、共演者ね。なんか例えば最近だと誰に会ったりとかした？まあ亮太とか、風磨の亮太とは、うんうん、はい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 、よく定期的に会いますし、ね、そうなんだ。変な運命があるんですよね、彼とは。あ、仕事とかで。仕事でも最初のデビュー作ミュージカルも一緒でしたし、うんうんうん、次の仮面ライダーも一緒でしたし、あ、そっか、デニムも。そうですそうです。あ、なるほどね。そっか、そこで一緒だったんだ、うん、だからそうなんですよ。オーディションで顔合わせた時にお前かいみたいな感じ。なるほどね。なるんですよ。あ、そういうことか、うん、その後やっぱ舞台も一緒だったりとか、うん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 、ね、空港でばったり会ったりとか結構しますし、ね、もうめっちゃあれだね、うん、本当にそれこそ仲間だね。何かと、はい、で、おもろ、うん、そっか、確かに同じミュージカルやってたわ。はい、はい、もう一人くらい誰かいる？なんかやっぱ主題歌歌ってくださったガクトさんとは、あ、うん、やっぱり未だに連絡させていただいて。ガクトさんとかになると何喋るの？釣りの話してましたね。釣りの話？マジか、本当に。こと細かに今釣りの良さを多分伝えられるのは、うん、ガクトさんなんじゃない？マジ、はい、ガクトさんから釣りの話って全然イメージわからないけどね、うん、いやすっごいですよ、ほんとに。え、マサ釣り好きなの？全然好きじゃないですあとね、これ俺マサにめっちゃ来たいなと思ったんだけど、はい、俺もさ、今ローカルヒーロー、それこそこのハデナっていうのは、これローカルヒーローなんですか？そう、記憶を、ローカルヒーローって言っても俺自身が変身体を持ってるわけじゃなくて、はい、俺は1日だけ限定で変身しますよっていうことで、要は謎の男として俺はいろんな地方に行って、その地方のヒーローの力を借りて変身するみたいな。なんすかそのコンセプト。そう、要はそのビジネスプラン誰が考えたんですか？いや、これ俺が始めたやつなんだけど、要は記憶がないから。面白いアイデアですね。全国回りたいから47の記憶のかけらを集めたら初めてこいつが何者かに分かるっていうふうなことで今回ってて、はい、今ディケードみたいじゃないですか。あ、ちょっとディケードっぽい部分があるね。記憶がなくて、そう、記憶がない、いろんなローカルヒーローに変身できることですね。そう、じゃあそうだね。だからこの敵、例えばネイガーで倒せないってなったら、よしマブヤーだっつって変身もだからやろうかなみたいな、いつかねヒーローショーとかでやれたらいいなみたいな思ったりとかしてて、だから俺変身体まだ持ってないんだけど、マサはさ、俺の先を言ってるじゃん。もう変身体持ってて、ジサリスってのやってたりとかしてて、そう、これの話ちょっとさ聞きたいとかするんだけど、最初のなんだろう、発想ってどっから来てんのこれ？ピンクの特撮やろうかな、うん、うんうん、そこはピンクなんだね。これマゼンタとピンク別の色なんでなるほどね、なるほどね、なるほどね。やっぱピンクかな、はい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 、今度はピンクかな、なるほどね、はい、はいはいはい。そのやっぱ YouTube というバジェットで、うんうん、その特撮番組っていうのを当時なんか、まあ、あまりやってなかったと思うんで、うんうん、そういったところでこう連続したドラマをどこまでのクオリティで作れるかっていうのをチャレンジするっていうところが、うん、はいはいはい、まずはそのジサリスのプロジェクトのスタートですけれども、うん、なるほどね。まあ、ジサリスのプロジェクトをやるにあたって僕はどんどん知っていくことになるんですよ、やっぱり特撮番組の難しさ、うん、結構さ、発表してからさ、出来上がるまで時間かかったもんね。くっそ時間かかってますね。ねえ、あれなんか見ててすげえ大変そうだなと思ったもんね。大変ですね。だよね。普通の恋愛番組とかだったら、うん、とりあえず男女がいて、うん、カフェで中でもお茶でも飲んでればできるじゃないですか怒られるぞ、本当にマジで、ね、すれ違いの瞬間とか撮っとけば別にいいじゃないですか。あと自宅でいいんですよ、もうロケ地3つぐらいでなんとかなるんですよ、ね、はい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 。ただね、特設番組となると、うん、そうはいかなくて、まあ、まずヒーローが必要じゃないですか、うん、そうだね、ヒーローがいります。うんうん、これお金がかかりますなるほど。ヒーローを作るともう単独だとダメじゃないですか、はいはいはい、なんか何体か欲しいじゃないですか、うんうん、でも敵も作んなきゃいけないんですよ、やっぱり、うん、ヒーローで人間ボコすわけにはいかないので、うんうん、敵作んなきゃいけないんで、やっぱり何体かはその造形のスーツが必要じゃないですか、はい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 、ね、そこでまずお金がかかる、うんうんうん、でさらに、まあ、ご存知だと思うんですけど、はい、
アクションシーンって撮影の中で一番時間かかるじゃないですか。かかる。かかる。ね、カット割りとかがすごいことになるし、うんうん、手を覚えるのも大変だし、はいはいはい、もうめちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。うんうん、で後からそれを CG 合成だったり何だったりとかし始めると、もうね、大変なコースになるわけですよ。はい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 。後悔しましたね。なぜ特撮番組を作ろうと思ったのか。いや、あの時の自分を殴ってやりたい。よくやったよね、うん、本当に。普通のドラマにしとけばよかったんじゃないかなと。なるほどね。はい。思ったんですけど、うん、やっぱり特撮に最初にお世話になって、うん、で、その、やっぱり01のスタートの最初のドラマが仮面ライダーで、うん、まあ、そのガロとかにも、はい、あの出させていただいたりとか、何かと特撮に縁があったんで、はいはい、やるとしたら特撮をやりたいという気持ちが強かったんで、うん、まあ作ってみたっていうのはいいんですけど、なるほどね、超大変だった。いや、まあ、今でも大変ですね。だよね、うん、俺今のところ仮面ライダーでさ、大魔ジオって本当最強くらいだったんだけど、大魔ジオ強いですね。大魔ジオをもし角や司が倒すとしたらどう倒す？戦ったことあるんですね、やっぱ大魔ジオと、うんうんうん、シャドウムーン、影だけ見せて本編出てこないですからね、これ。強かったです、シャドウムーン。で、強かった。最初、なんでこいつが強いんだろうと思ってました。あ、バイオライダーって液体になれるじゃん。すごいですよね。じゃ、めっちゃ強いだから、あれ、本当に、ね。そうなんですけど、もう、池田やってると、うん、どんなパターンもいっぱい出てくるんですよ、ね。確かに。たくさん。そうだね。大魔ジオを、もし角や司が倒すとしたら、どう倒す？何に変身する？でも、最新の仮面ライダーですね。あー、最新か。その時の。なるほど。じゃあ、今のさ、ガル。ガブガブ勝てないじゃん。ガブ多分勝てないよ。あとね、ディケイドのカードも、ね、うん、今だ僕は最強のカードっていうのがあるんですよ。そうなんですか。今回の動画は鍋さんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。